永遠よ、あなたの優しさの中にすべてのものが、その慈しみの中に包まれ生きし、それは贖い主キリストを褒めたたえるため、永遠よ、その性質の中に命の満たしを我らを覚え、その十万の中に賛美の極みを我らを覚える、永遠よ、天と地とその下にあるすべてのものを一つとする御神の愛、アーメン。Thank you.
先週の金曜日の夕拝は金子絹ちゃんの担当で、彼女が昔の知り合いの人が南米のボリビアで音楽学校を開いているので、それをたまたまテレビジョンの番組で見たそうです。それで懐かしく、その昔の友達に子羊の、賛美 CD を送った、その話をしてくれました。何かに出るんじゃないかと思いますが、大変私は面白かったというのは、そのボリビアですね、ボリビア の、 音楽学校、特に10代の、13歳14歳ぐらいから始まって20歳代の人もいましたけれども、何の前触れもなく校長先生がこの CD を聞かせたら、学生たちがいろんな反応をして、それを短く感想に書いてくれたのは、そのごく一部ですけどね。その中にサライ・コルテス君、ギター専攻14歳、全能の主への献身が聞き取れる、心から生まれた言葉、愛と慈悲に満ちた言葉、純粋な心と純粋な世界への願望、自然への回帰などが素朴で奥深い演奏に包まれている。時折神の言葉を実践するためには何事も恐れないというエネルギーも感じ取れる。この世に生まれて何かの意味を探す者にとっては、希望と幸福と献身と尊敬ということについて、また苦悩ということについて、静かな瞑想を促す演奏であると思う。14歳の子はこんなこと書くかな。もうこの驚くべき深い洞察ですよね。同じくフルート専攻の15歳 の、 ブレンダ・ダスマンという子がこんなことを書いてますね。合唱の発声や演奏法はとても純粋で音楽性に満ちている。音符一つ一つ、言葉一つ一つが丁寧に準備されて、純粋で知的な心によって歌い合わされている。いろいろなメロディーが自己主張をせず、互いに尊重し合いながら全体のハーモニーを作り上げていることに驚いた。これ他の子も言ってますけどね、自我の主張が全くない音楽があるというのに驚いたらしいんです。そしてその本当に、ね、驚くべきこのコメントです。読んでみてくださいね。私が一番びっくりしたのはヨセフ・エラーダというピアノ専攻の13歳 の、 男の子はのコメントです。天の世界を想像させる演奏、ハープの音は金色に輝き、修道女たちのような歌声は喜びに満ちて、感謝の贈り物を差し出しているように聞こえる。ふと気がつくと、その周りにたくさんの人たちが集まってきて、聞けば平和を求めてやってきたと口々に言う。修道女たちの声に呼ばれて、汚れた世界を離れて永遠の世界にやってきたと言っているようだった。これね、書いてるこの人わからないんだけどね、ビジョンを見てるんですよ。しばしば起こることですけど、初めてビジョンを見る人たちね、自分がビジョンということを知らないもんだから、何が自分の心象風景、ただの空想をしているかのような感じだけどね、これも明らかにビジョンですよ。そしてそのなんと何も知らないこの子がね、私たちが今やっと見始めたその境目のない世界、たくさんの人たちが、もう過去の人たちがこの賛美に引き寄せられて、そしてその救いと癒しを求めてやってくるという状況を見ているんですよ。だから修道女たちの声に呼ばれて、汚れた世界を離れて永遠の世界にやってきた、聞けば平和を求めてやってきたと、その人たちが言うというじゃないですか。私は驚きましたね。私たち修道女なんですよ。そうですよね。神の目から見たらもう間違いもない、不思議な神様の世界、そしてそれがもう何の前向き
前触れもなく、前触れというかその予兆もなくですね、むしろ何にも聞かない人の方がストレートに霊で聞きますからね、入っていく。そんな時が来ましたよね。鳩賛美、世界中に通ずるなんてもんじゃないですよ。これは宇宙に通ずる、神の御座から直接来たこの賛美が、伝わらないはずがない。世の人々が求めていたもの、その響きが今ある私たちに言語を超えて、またバックグラウンドを超えて流れていく。初期の頃といっても、そのごくごく初期ではありませんが、白い鳩の後、美津子さんが聞いた解き明かしの言葉に不思議なものが一つありました。それはこういう言葉です。死は癒しである。次に、死んでも癒される。そして最後に、死んでも癒され続けるという言葉です。で、当時はね、私ももちろんこの言葉を聞いて、なんかいいなと思ったけれど、その全貌は見えていなかった。今やっとこの宇宙礼拝の時に解き明かしの言葉の意味が見えてきたんです。死んでも癒される。これはね、もう本当今までのキリスト教会の常識をひっくり返すような言葉なんですよ。というのは、もうほとんどの人が信じていたのは、死んだら、まあ、教会によればですよ、そのキリストを信じてなかった者は地獄に落とされると、そしてこれはもう永遠の裁きの中に入れられているんだと。だから救いはもうないんです。そして、だからもう死後の世界ははっきりしている。そして、キリストを信じた者はもうすぐに天使のようになると、そのまま。で、私はもうごくごく初期の頃からね、なんかおかしいな、本当かいなと、キリスト教会がその天国の鍵を全部握っているかのような解釈には疑いは持っておりました。だから三津子さんが解き明かしの言葉としてね、これ三津子さんが作った言葉じゃないですよね。もう解き明かしの言葉 もうほとんど全部そうですけどね、記録した三津子さん自身は何でやらほいというぐらいに、そのあんまりは分かってないけど、その時は分かってないんですよ。霊の言葉だからです。死んでも癒されるということは、また癒され続けるということは、じゃあ死んだらもう完璧だと、地獄に落ちてそれでもう救いがなくなるか、それかもう完璧な存在に変えられているという、今までの概念と違いますよね。何かある、まだ未完成のものがあるんですよ。そしてこの未完成のものが霊の世界に入って、肉体を脱ぐ捨てますから、それはね、もっとはっきり分かるようになる。そして癒されて、癒され続けていくというんです。私は信じておりました。この命、宇宙に充満する神様の命は進化し、流れ流れ流れ、そして究極のところまで行く。究極はイエス・キリストであります。オメガポイントはキリストである。キリストを目指して全ての命が今流れている。一番最近の荒野聖言、大変面白かったけど、今朝その中からね、ある人の一つ読ませてくださいね。これはもう半分、それも最初の方しか読みませんけれども、残りは荒野聖言を読んでください。こんなことが書いてあった。
子羊の群れで死んだ者たちが神の声を聞くと言われ出した頃、私は現在生きている人以外のさまざまな存在に出会いました。ある日、会社の帰り道でふと交差点に花が飾ってあるのを見えた瞬間、私の右腰をぎゅっと誰かが掴んでいるのを感じたのです。私はパニックになりかけましたが、こういう異常な状態は3回目だったので、とにかく主の守りを祈りました。するとその交差点で亡くなった人だとすぐに分かりました。交差点のせいでしょうか、私の腰を掴んでいたのはその人の右手だけで、ちぎれてボロボロで傷だらけだったのです。助けてください、私を憐れんでください、そんな切なる声が彼女から過去して、なぜか女の人だと分かりました。聞こえてきたような気がしたのです。私はこのままだと腰の痛みは消えないだろうという思いが漠然とあったので、その右手をそっと外して、まるで待ち構えているようにすぐそばにいてくださったイエス様にお渡ししました。するとパッと二人は光に包まれて、嬉しそうに光の中に消えてきました。次の日、その交差点付近に近づくにつれて、あ、彼女はいるなと感じていると、果たしてあの右手の女の人は美しい女性となって私に手を振っておられたのです。そして振っておられる右手は美しく癒されていて、しかもその右手から、私は主を褒めたたえます、私は主を褒めたたえますという賛美の響きがあふれていたのです。そして彼女は何度も何度も私にお礼のお辞儀をしてくださいましたが、このまま毎日彼女に会うのもちょっと怖かったのでそうだろうなじゃあ今日は会社の帰りに一杯飲みに行きますかとはね、あんまり言えないものね。本文に戻ります。あなたのお気持ちは分かりました、よかったですね。だからイエス様のもとへ、あなたを本当に癒してくださった愛の方へのもとに帰ってくださいと彼女に言いました。それでも彼女は、私が通り過ぎて背を向けるまでずっとお礼を言ってくださいっていましたが、その次の日にはもう彼女に会うことも存在すら感じることもありませんでした。そんなことあるの？あります。神様の救いが今や賛美の民である私たちを通して、たくさんのたくさんのたくさんの人に、過去の人にまで流れていく、そういう時が来たのです。死んでも癒されるというのはこういうことなんです。その前にここでスタッフの松田さんが証しをしてくれた松田姉妹、ゆくみときよえちゃんですけど、あのお父さんの記念会を持ったという話をしたのを覚えてますか？私も非常に印象深く覚えておりますけどね。あのお父さんはもう非常に不幸な人生を送られたかって、みなしご、そしてその結婚し子供を2人もうけたけれども、とにかく不幸で、もう毎晩酒に酔っ払って暴れるしか他のことは知らなかった。だから子供たちも大変な苦い根を作ってしまいましたけれども、でもそのお父さんが亡くなってしまった。それから数年後に二人の姉妹が、お父さんの記念会をしようよというので、親戚の者たちを呼んで、初めての賛美をみんなに紹介してお祈りすると、親戚の者たちももう非常に喜んで、素晴らしい和やかな会になったそうです。その後みんなが帰った後、清江ちゃんは一人で散歩していると、散歩しながら何気なく、お父さんの人生もまんざらではなかったね、よかったね、
そうすると声が聞こえてきたそうです。そうだよ、でもそれが分かったのは今日なんだよ。お前たちは記念会をしてくれた。お父様の魂にとってこれが救いの日だったのですよ。死んで癒される、死んで救われる、それだけではない、癒され続けるものがあるんです。でも先ほどの荒野政権、これ書いたのは平見久美子ですが、それだけじゃなかったんです。ちょっと続きを読みますね。数日後、私は職場でピンチを迎えました。それは小康状態がずっと続いている同僚と狭いオフィスで3日間も2人っきりでいなければならなかったのです。私はもうそのことを祈るのもしんどかったのですが、主は明日から地獄の3日間が始まります、助けてください、私はもう何もできませんからとやけくそに祈りました。次の朝、重たい心を引きずりながら出社したのですが、オフィスに入った途端急に心が軽くなったのです。それでも私は半信半疑でいつもの通りその日を過ごしたのですが、いつもの仕事の後の疲労感が全くなく、むしろ生き生きしている、不思議だなと思いつつも、とうとうそれで3日間やり過ごしてしまったのです。あれは一体何だったんだろうと思った瞬間、ふふふふふふふとどこからともなく都の明かりのハミングの賛美が聞こえてきたんです。私はその声があの右手だけの人だとすぐに分かりました。そしてなんと彼女はあの3日間ずっと私の背後で小さな石に腰掛けて賛美してくれていたのです。そうか、私は一人ぼっちではなかったんだ、彼女の賛美によって守られていたんだと分かり、今度は私が主と右手だけの人にお礼を言いました。しかしふと気にかかることがありました。それは彼女は一心不乱に何かを読んでいるのです。あれ何と思ったら、白い鳩という主の声が聞こえました。今の間に読んどけよ。そうなんだ。なんと白い鳩は地上のものだけが読むのではなかったのです。そう思ったら、白い鳩だけではなくブドウの木も荒野政権も子羊の群れで起こる地上の出来事は全て天でも共有しているんだと思いました。そして天上のものはそれを期待と恐れを持ちながら、霊の開示をキリストの体の完成がなるのを待ち望んでいたのです。主よ、とうとう存在の境界線がなくなっていくのですね。そういう時が来たんです。本当ですよ。私たちが見える世界と見えない世界、その境界線が終わりの時、今の時なくなってきた。そしてそれは天の者たちが、天上の者たちが待ち望んでいた時、風の教会で明かしされ、そして掲示されることを、実は天上の者たちも待っていたんですよ。だからこの場にたくさんのたくさんの者たちが参集してくるようになった。辺見久美子さんの証をもうちょっとだけ読ませてくださいね。それを強烈に感じたのは、ある礼拝で美津子さんが地上の私たち以外の者も礼拝していることを意識するというようなことをおっしゃったとき、突然と風の教会の床が激しく震えたのを感じました。私は思わず地震と思いましたが、それは地の下の者の賛美だったと分かりました。私は天から温かいものが流れてくるのを感じることはありましたが、それは歓喜としか言いようのない熱いもの、地の下から溢れ流れてきたんです。その時私は地の下が地の下のままで癒されるのを感じました。そして本当は地の下なんかなかったのではないかと思ったのです。なぜならキリストは黄泉にまで下り、そして復活してくださったから。十字架の贖いから見れば、もはやそこは地の下ではなく神の御座だったのです。
私たちが宇宙礼拝の時に入った、すでに亡くなった過去の者たちも共にここでキリストを賛美する、それを意識するだけで変わります。本当です。そんな時が来た。何という時を神様は私たちに与えてくださったのか。この時を天上の者たち、地の下の者たち、多くの魂が待ち望んでいたのです。これが命の進化の最前線です。私たちは大いなる命、命の源泉は、永遠の命の源泉は十字架から始まりました。そして今や十字架から始まった命が大団円を迎えつつある。それは十字架の中に完全に実現するからです。十字架で始まったものが十字架で完結する時が近づきつつある。その最後のステージです。それゆえ神様は私たちに宇宙礼拝に目覚めよう。多くの者たち、この礼拝に参集し、そして多くの者たちと共にキリストを褒めたたえよ。宇宙礼拝というのはあまりにも大きく、あまりにも大きく、現実の私の生活と関係ないなどと思わないでくださいね。実は何度も何度も言いますけどね、一番遠いものに目を向けていると一番身近なものが癒されていくんです。目の前のもの、もう一番分かりやすいのが病気ですよ。病気で痛み苦しみ、なんとかこれが良くならないかと願うでしょう。私も願います。一番遠い、それも巨大な宇宙礼拝を意識せよ。話は余談にですけど、昨日私は明日は礼拝だというのにテレビジョンを見ておりました。それはその録画してたその白熱宇宙教室という番組をぜひ見たかった、ね、あの BS の番組ですけどね、アリゾナ大学のなんとかという物理学者が4日にわたって講義した宇宙の話で、もう大変面白かったので、昨日私は3回目 その膨張する宇宙の話をもう初めから終わりまでメモを取りながら聞いておりました。そしてもうあまりにも巨大ですよね、宇宙のその星彩、130億年ぐらい前だと言われますが、ビッグバンから始まった宇宙が今この刻々と膨張しつつある。これは1929年のプリンストン大学 のエドウィン、ハブルによって発見されたんですけど、宇宙が膨張している。もう今こう喋ってる瞬間にですよ、もう巨大なスピードでそのバルーンのようにこの広がっている。さあ最後の残ってる謎はですね、まあ、謎はたくさんあるんだけど、一番巨大な謎はそんなに膨張した宇宙、いつか爆破してからしまうんじゃないかと、終わりが来るんじゃないか。来週その答えをこの物理学者が言ってくれますけどね、知ってますよ私も、答えは終末は来るんです。初めあるものは必ず終わりが来る。どんな形で来るのか分かりませんが、心配で夜も寝られないと、心配しないでいいで、だって130億年前に、できた宇宙ですからね、どのぐらい時間かかるか分からないけど、しかし私その話をずっと1時間ほど聞いていながらね、こんな巨大な巨大な巨大な宇宙の中に生まれた私たち、だけど地球上でお前の国が
出しゃばってるじゃないか、この島は俺のもんじゃないかとかね、もう小さな小さなことでからいがみ合いするでしょ。わあ、私思うんだけどね、世界の首脳一回宇宙船かなんかに乗せて、全員を乗せてね、このお前たちなんでそんな小さなことにこだわるのや、私たちが知らない世界、巨大なこの宇宙に目を覚めるならば、目の前のちっちゃなことなんか本当どうでもいいことなんです。しかしどうでもいいというが、私はそこまで癒しが来るのを知ってます。これは宇宙礼拝の波及効果というんです。波及というのはその波が押し寄せてくるというんですね。一番遠い、一番縁も怒りもないと思ってたキリストの礼拝にあなたが全身全霊で入っていると、その波及効果あなたの体まで現れますよ。波が押し寄せてくるって分かりますか。私は魚釣りが好きですからよく鳩に行きますけどね、仕掛けを静かにこの岸壁すれすれに落としていくんです。非常に繊細な釣りなんです。繊細なんですよ。私みたいに繊細な人じゃないとちょっともその釣れないんじゃないかと思いますけどね。ところが時々ね、船が通っていくんですよ。船が通っていくとね、波が来ますでしょ。ワーンワーン、そうするとその仕掛けがね、うちゃくちゃくちゃくちゃってなるんです。私は最初の頃はね、あ、また船が来やがった、早く行けーと、でその時だけ仕掛けを開けておりましたけどね、ある時からね、ある時気が付いたんですよ。ふわっと仕掛けがこの揺れ始めた瞬間にチヌがガバッとくっついてきた。それから味を占めたんです。はぁ、この波及効果というのはこういうことなんだ。その向こうの方に船が行った、その波がね、私の一番そばまで来るとね、ほらご利益があるんですよ。それで神様の波及効果、まあ、これどうでもいいか、全身全霊をもって主を礼拝する、主の礼拝の中にとっぷりと入っているとね、気がついたら癒し来てます。先週も美津子さんが礼拝の後によくここでから解き明かしの言葉、癒しの言葉を言いますよね。もう大変面白かった。私もメモしてたんですけどね、脳の動脈への癒しと、まあ、個人的なんでしょうね。私なんて時々脳梗塞になりかかるので、これありがたい、脳の動脈への癒し。そしたらすぐ次にこれは日本の動脈への癒しも通じてますね。日本の動脈への癒し、それから地球の動脈への癒し、それなんと4番目に中国の動脈の癒し、そして5番目に心の動脈への癒しと、面白いことを言いましたよね。癒してね、もうあなたも気がついてるかと思うけど、あなた個人にとどまらないんですよ。必ずリンクしてる。だから個人の人がね、癒しを受けるというのは大事なんだけど、それはね、多くのものにリンクしていくんです。このことを例の波及効果と言いますけど、神様を礼拝する、その波及効果は必ずあります。でも波及効果を求めて礼拝するんではないですよね。なんか癒されるためにじゃないんですよ。キリストを礼拝するために礼拝するんです。あとは主が最善をなしてくださる。肉体というのはしばしばどうしてこんなに言うことを聞かないもんだろうかと、重たいとか私たちは言いますけどね、この命の進化が最前線まで来たらね、気がつきます。肉体を持っているということはどんなに素晴らしいことか。天使たちもできなかったこと、それは肉体を持っていることなんですよ。肉体を持ちながらキリストの栄光の中に入る、その特権に預かるようになったのがあなたであり私なんですよ。このチャンスは二度と来ないだろうけどね、私たちに与えられた。そして私たちがおそらく全人類の最初の初歩として選ばれた。今は肉体を持ちながらキリストイエス様の賛美の中に入れられる。ちょっとねオーバーヘッド出してください。マタイの17章に、6日のうちイエスはペテロヤコブ
ヤコブの兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなった。すると見よ、モーゼとエリアが彼らに現れてイエスと語り合った。山上の変貌という不思議な話です。不思議なことが起こったんだなと私もずっとなんか思っていた。これはね、終わりの時、命の最前線、命の究極まで来るとこんな風になるんだよ。イエス様だけではない全ての被造物がこの肉体を着たまま栄光に包まれる。グローリファイドバディオブクライスト、栄光化される。その極限を主が私たちに垣間見させてくださったのです。それはね、私たちが肉体をなくした後も癒され、また癒され続けると私は先ほど言いましたけど信じます。その通り。しかし最高は今なんですよ。この肉体を着た今、キリストの賛美の栄光のただ中に入ること、光り輝き、そしてこの栄光とはモーゼとエリア、過去の人たちが共に来て、もう全く普通と同じように喋ることができる、コミュニケーションができる。ほら、生きているものと死んでいるものの境がなくなっているでしょ。これ宇宙礼拝の先替えだとして神様が示してくださった。肉体を着ながら、この肉体の中にキリストの栄光が輝き出す、そのケージに私たちは預かっているのです。だから逆にね、この肉体を癒しめ、一般してはならぬことは自ら命を絶つこと、これがどんなに神様の悲しみとになるのか。白い鳩の中はもう愛の言葉で全部満ちてますけどね、一つとっても恐ろしいところがありますよね。それは美津子さんが見せられた幻、ベルトコンベヤの上に植木鉢がずっと、大きな植木鉢が運ばれている。見ると人間の魂が逆さまにされて植木鉢の中に突っ込まれている。自殺した人たちの魂である。そのベルトコンベヤの先がどうなっているのか、そこは水子さんも見せられてないからわからない。私は神様の愛の中に究極的にはね、許され帰っていくんじゃないかと思うけど、しかししてはならぬこと、絶対に人間がしてはならぬこと、神様が与えてくださった肉体を怪我したものよ、しかし今や栄光の主がこの命を全世界に表し、特に初音として私たちを選んだ。あなたの細胞に、あなたの骨に、肝臓に、腎臓に、心臓に栄光の光を満ちよ、満よ。今日のメッセージの最初にそのボリビアの少年や少女たちの感想を読みましたが、その中にもね、もう本当これ全部私はね、読みたい、もう素晴らしいんですよ。アンドレア・パイパ、ピアノ専科18歳、このアンドレアがこう書いてある。瞑想と反省の音楽、静寂の中に浮かび上がる自然の情景、夕暮れ前の全てが琥珀色に包まれる情景が目に浮かぶ。遠くから教会の祈りが聞こえ、近づくにつれて感謝の礼拝が見えてくる。とても内面的で
水面に自分の姿が映し出される。歌声は時には木のように、時にはさざ波のように、そして微風と木の葉のように揺れ動く。レオナルド・アルバラード、これはピアノ専科19歳と書いてますね。グレゴリが聖歌のような素朴なメロディーと、ルネサンス風のポリフォニーに似た構成で、静かで奥深い空間が広がっている。合唱とは独自に動く声部については自己表現に流れることがなく、同じ心をそれぞれの形で表現しながら、すでに全体のバランスを保つ。安定感があるバスの歌声、微妙な強弱、装飾音を排除した素朴な合唱など、すべてが純粋な精神世界を象徴して、聴く者に瞑想の空間を与えている。一人、日系人の子がいますよね。バイオリン専科16歳、藤井さん。すべての音が純粋で神聖、歌唱は繊細で素朴さと深さを兼ね備えている。ソプラノは少しわずる時があるが、全体的には純正調のハーモニーが維持され、時々日本の伝統音楽の調子が聞こえる。曲の構成は注意深く組み合わされていて、精神的な空間を醸し出している。演奏は過剰な表現や輝きを避け、静寂と瞑想の世界を保っている。神の性質、神の静けさ、これは命を育む泉です。私たちは肉体を持ち、今その賛美のただ中に置かれたではないか。山の上でイエスの姿が変わったよ。あなたも変わる。内側から真っ白な光が、栄光の光が輝き出す。そして存在するすべてのものが、そのあるがまま永遠を褒めたたえる。それは栄光の瞬間です。その時が来た。キリストイエス様を心から賛美したいと思います。私たちも都の明かりを賛美しながら、you.
ここは神の都、都の門は終日閉ざされることはない、ここは神の都、子羊キリストこそ我らの光、もはや痛みも苦しみも病もない、すべてのものがあがなわれ、病はあがなわれたがゆえに感謝を主に述べ伝えよ、過去も地の下の者たちもあがない主キリストに感謝感謝感謝、都の真ん中にテーブルがあり、その席に着きなさい、キリストイエス様の御手からパンをいただき、贖いの父よに預かりなさい、これはキリストイエス様の体です、栄光の体となるように、God desired for you to have a glorified body. Drink his cup. This is life unto you. これはキリストイエス様の尊い血潮です。パンとブドウの汁に預かりなさい。Thank you.
This is a glorified body of Christ. 栄光化されたキリストの体。その体に連なるよ、君よ、主のパンを食べなさい。The blood of Jesus Christ for the remission of your sins. あなたの罪をことごとく拭い去ってくださるキリストイエス様の血を飲め。このパンを食べ、このブドウの汁に命を見出すものよ。この時を私が待っていたと主なる神が言われる。栄光の時、肉体存在のすべてにキリストの栄光を満ちよ。命の最先端にあるもの、永遠から永遠に、喜びから歓喜へ、聖なる時、永遠の時、主を感謝いたします。アーメン。主に私たちの感謝を申し上げたいと思います。
主よ、ありがとうございます。永遠とは十字架から始まり、そして十字架で完成する。その大いなる命のただ中、最終段階にあなたは私たちを招いてくださいました。主よ、ありがとうございます。名もない私たち一人ずつ、朝顔の花のように朝咲いては夕枯れてしまう、しかし今この一瞬あなたに向かって輝き、あなたを賛美いたします。主の栄光の花としてあなたが呼んでくださった。主よ、ありがとうございます。天に御旨のなるごとく地になりますように。アーメン。Thank you.
永遠の賛美の中に、暗闇にいた者たちよ、さあキリストイエス様の光を受けよ。天上の者たちよ、癒されなさい、癒され続けよ。そして地の上の者たちよ、栄光の体を実現せよ。これは父なる神の願い、御子イエスキリストの祈り、御霊の取りなし、アーメン。